皆さんこんにちは。2023年で芸能生活40年目を迎える工藤勇気さん、下町ロケットの咲子役はなんと16年ぶりの民放連続ドラマ出演でした。ハリウッド女優としてもキャリアのある工藤勇気さんですが、今回のドラマ出演をきっかけにさらなる活躍が期待されます。そこで今回は工藤勇気さんのこれまでの芸能生活や結婚遍歴、工藤さんの現在についてご紹介します。渋谷でスカウトされたことがきっかけで芸能界入りした工藤勇気さん、実は工藤勇気さんの父親は歌手の伊沢八郎さんです。芸能人の父を持つ工藤勇気さんですが、親の七光と言われることを恐れ、デビュー後も数年にわたり公表しませんでした。今では完全に親のおかげでテレビに出演している二世タレントが数多くいます。ただそのような二世タレントは世間から冷たい視線を浴びせられていますよね。今も工藤勇気さんが芸能界の第一線で活躍できているのはデビュー時の心構えが違ったからなのでしょう。自分の力で成功をつかみ取るという意志が高い工藤勇気さんは若くして実力派女優という地位を確立。これで芸能生活が安泰と思われた工藤勇気さんですが、さらなる高みを目指すべくハリウッドへの挑戦を決意。今でも語学留学として海外に渡る芸能人は少なくありませんが、工藤勇気さんは単なる語学留学ではなく成功を夢見てアメリカに渡っています。工藤勇気さんは英語がほとんどできない状態からのスタートだったため、幾度も壁にぶつかったそうです。当時のハリウッド映画におけるアジア人出演率は約 5% ほどでした。そんな中でアメリカンドリームをつかむべく各国からハリウッドに集いでいたでしょう。いろんな困難に立ち向かった工藤さんは活動拠点を日本からアメリカに変え、オーディション活動に励んでいたそうです。ですがたくさんのライバルに囲まれ、オーディションにはたびたび落ちることもあったそうです。またチャーリーズエンジェルという作品のオーディションでは最終選考まで残りましたが、あの有名なアジア系ハリウッド女優ルーシー・リューに敗れてしまったという逸話も残っています。今では大女優と呼ばれる方と一緒に戦っていたなんてすごいですよね。ですが当時はなかなか仕事が決まらず、アルバイトをしてその貯金で食いつなぐという過酷な時期もあったそうです。壁にぶつかるたびに跳ね返し続けたことで1989年公開の映画ミステリートレインへの出演が決定。その後もヒマラヤ杉に降る雪やピクチャーブライド、ラッシュアワー3などのハリウッド作品に出演しています。ラッシュアワー3の作品に出演した際は工藤さん直々に監督へ電話で交渉し出演枠を獲得したそうです。当時は18歳だった工藤さんでしたが、チャレンジ精神は誰よりも豊富だったようです。海外でも成功をつかみ取った工藤勇気さん、24歳だった1995年にハワイで知り合ったという日本人の男性と結婚しています。この男性は一般人のようで詳しい情報はありませんでした。結婚報道が出た当初、工藤さんの旦那さんはハワイ在住のサラリーマンとして報道されていました。ですが一般人ということもあり、名前や職業などは具体的に報道されませんでした。ハワイで知り合った人と結婚するなんて、さすがは世界で活躍する女優ですよね。ところが工藤勇気さんは結婚から3年後に離婚してしまいます。噂によると工藤さんと旦那さんとの出会いはハワイだったようです。工藤さんが撮影によりハワイに滞在していた時に旦那さんがエキストラとして出演したのがきっかけだったようです。サラリーマンといってもどんな職種で働かれているのかは不明ではありますが、当時女優として引っ張りだこだった工藤さんを射止めたので、相当な容姿、素敵な方だったのではないでしょうか。その旦那さんとはわずか3年で離婚してしまいますが、その具体的な離婚理由は2023年現在も語られていません。そしてお二人には子供はいません。メディアによってさまざまな離婚理由が推測され、その中で一番正解に近いのはすれ違いではないかと言われています。当時は映画やドラマ撮影でとても忙しかったようです。1997年にもヒマラヤ杉に降る雪でハリウッド映画に出演していますので、お二人の子供を作る時間もなかったのではないでしょうか。
そしてサラリーマンとして働かれていた旦那さんとの価値観の違いもあったのではないでしょうか。サラリーマンとハリウッド女優の収入には格差があったでしょうし、工藤さんは芸能一家で育ったので一般人との感覚にズレがあったのではないでしょうか。その後、工藤勇気さんは2010年10月10日に7歳年上の男性と再婚。お相手の男性は警察官で極真空手初段で柔道5段という絵に描いたような日本男児。お二人の出会いは現在の旦那さんが開いていた空手教室と言われています。2008年から工藤さんはその空手教室に通っていたようです。旦那さんは当時公務員として働き舞踏家でもありました。お二人はそこで出会い、初デートの時には旦那さんから結婚しようとプロポーズを受けていたそうです。お二人は結婚を視野に交際されていたようですね。そして見事2010年にお二人はご結婚されました。工藤勇気さんは再婚について次のようにコメントしています。私は一生結婚しないと思っていましたけど、何かの縁で日本男児のような今までの私だったら全く選ばなかったような人と出会い、人生勉強を毎日重ねています。再婚後の工藤勇気さんには離婚危機説や不仲説は出ていません。自分に持っていない個性を持つ旦那さんとの生活はとても充実しているようです。工藤勇気さんは似た者同士よりも自分にないものを持っている相手の方が長続きするようですね。これまでに2度の結婚を経験している工藤勇気さんですが、子供はいないようです。24歳で1度目の結婚をしている工藤勇気さん、この時はまだ若かったために子供よりも仕事が優先だったのでしょう。3年で離婚していますが、もう少し結婚生活が長かったら子供を授かっていたかもしれませんね。工藤勇気さんが2度目の結婚をした時の年齢は39歳。若いとは言えない年齢のため子供を授かることができなかったのかもしれません。年齢的には今後も子供を授かることは厳しいと言わざるを得ないでしょう。そんな工藤勇気さんは現在静岡県の富士宮市で農業を営んでいます。自分の畑を持ち、土を耕すためにトラクターも運転しているんだとか。また自宅の敷地内ではカフェレストランのカフェナチュレも経営。休みの日には行列ができるほどの人気店だそうです。旦那さんも工藤さんがカフェレストランをオープンする際に現職であった刑事を辞めたそうです。常にいろんな事件に囲まれながら過ごすよりも田舎でのんびりと暮らす方が良かったのかもしれませんね。工藤さんも幼い頃から芸能活動をされていたので、このカフェ経営が良い息抜きになっているのかもしれませんね。ただ芸能界を引退したわけではありません。2018年には話題作の下町ロケットに出演、地上波の連続ドラマに出演するのが実に16年ぶりということで大きな話題となりました。同ドラマのテーマとなっていたのは農業。工藤さんが演じたのは税理士事務所で働きながら週末は夫の実家で米作りを手伝うという役柄。実際に農業を営んでいる工藤勇気さんにはぴったりの役ですね。農業がテーマの今作に出演できることを嬉しく思っていますと工藤さんもコメントしています。反応女優という新たなジャンルを生み出した工藤勇気さん、今後も自身の経験を生かした役柄でドラマや映画に出演する機会があるかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回は工藤勇気さんのこれまでの芸能生活や結婚遍歴、工藤さんの現在についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。